どうやらお前は俺らの生きた時代よりだいぶ後の世から流れてきたのか。関ヶ原の後に島津家がどうなったか知りたい？教えてあげてもよくってよ。疎外なことは言わんでも決まっちょる。あの断念、すでに義弘寿衛はわいらば時ば稼いで出しておられたはずじゃ。義弘様さえ殺衆に変えられたなら決まりきっちょる。島津は特選ば滅ぼした。何十年何百年かかったかは知らん。じゃっどん、必ず島津へごが滅ぼした。何よこの子、なんであの敗走の中何の疑いもなくそう思えんのよ。どういう神経してんのよ。